とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、タワー完全攻略やっていきましょう。今シーズンちょっと難しいところがあります。17階と26階かな。が、若干むずいです。なので、そこを注意していきましょう。まあ、基本的な、前に出すぎないっていうのを、しっかりやっていけば、大丈夫ではないでしょうか。 OK で、できるだけ早めに倒していこうという戦法なので、ちょっとね、前半十何回かぐらいまではちょっとね HP が低めなのよ。なので若干、敵からの火ダメを注意してください。こんなにもいりません。特にここ問題ないでしょうね。あ、ただ敵がちょっと多いので囲まれないようにしましょう。ちょっと囲まれやすいステージだと思うんで、囲まれないようにね、位置取りをしっかりしてから戦っていきましょう。 OK、 ナイス、いいね。で、こっち側にもう一体いるんだよね。はい、これで終了です。で、ここでパワーシェイカーを取っていきます。おお、固まったぞ。パワーシェイカーあれば、まあまあまあ、やられることはないでしょう。OK。強引にいても大丈夫じゃないかな。 OK、 えい、おしまい。いや、まだ、さ、走ってこなかったな。3回終了。次に行きます。ここでバーストクロス取っていきますね。で、エンチャントで長弾とボーナスショット入れていきましょう。で、敵2体ここに出てきますんで、まずはここを倒して、で、こっち側にエンチャンターがいるんで、エンチャンター早めですね、倒しちゃってください。 OK、 おお、めちゃくちゃ出たな。まあ、下のところで全部投げ込んじゃいましょうかね。よし、あー、当たってないな、こりゃ。はい、4回終了。で、4回は何もいりませんね。で、ここがね、まあ若干敵多くてめんどくさいんですけども、まあ矢をたくさん撃ってください。そうすると、まあまあまあ間違いないかな。うん、結構ね厄介な敵が多いので、よし、 OK、 ブレイズ嫌いなのでね。 OK で、あとウィザースケルトンが何体かいると思います。あー、終わり、下に落ちてやられたね。で、5回、これね、どっちでもいいです、どっちでもいい。うん、でもこっちの方が使いにくいけど、ボスは倒しやすいかなと思います。うん、で、エンチャント、入れていきましょう。エンチャントですけども、エイリと働き蜂ですね。エイリちょっと多めに入れていいと思います。火力はね、あるのよ。使い勝手はちょっと悪いけど、まあ、火力はしっかりあります。これもうちょっとね、リーチが長ければ使いやすいんだけど、いかんせんこれリーチが短すぎる。いいね、
感じ。はい、6回クリア、いいんじゃないですか。で、6回何もいりませんね。ちょっと雷の杖気になるところですけども、まあ必要ないです。で、7回の商人、ここがね悩みどころなんですけども、パワーシェイカー、パワーシェイカーでいくと、まあ最初のボスが若干なりとも倒しやすいです。うん、まあ防御力はね全然ないんですけど、でもよし、最初のただ10回までも行ってないくらいなんで、そんなに敵からのダメージも受けることはありません。まあまあまあ突っ込みすぎるとねさすがに食らうんですけど、まあまあ大丈夫だと思います。で、8回終了で、ここでアップドラフトも欲しいんですけども、やっぱりね愛のメダルが後々になって役に立つ、うん、特に難しいステージに対して、うん、あそこが有効になるので、ここで愛のメダルは外せないかな。うん、極力なら持っていきたいところっすね。 OK で、 HP 低いんでね、そこだけちょっと注意してください。 OK、 まあ敵の数はそんなにないんでやられることはないとは思うけどね。おーれ、どこだ、あそこか、通りでいないはずだ。はい、9回終了です。今みたいにね下に逃げるやつがねたまにいるんですよね。で、ここ武器欲しいんだけどね、ヌスッとなんですよ。ヌスッとでいきます。ポーションバリアですね、3入れてください。で、プレステ版は左側、スイッチ版多分右側からだと思います。パワーシェイカーつけてもう一気にいけたいけども、若干残るんだよね。おお、残らなかった、よかった。結構ね残りやすいですけど、ちょっとブラインド、よし、 OKHP 減るけどもポーションバリアあるんで大丈夫です。 OK、 終わり。 はい、10回終了です。もうエンチャンターをねもうとにかく速攻で倒すようにしてください。で、ここゴーレム欲しい、ゴーレム欲しいんだよ。でもサイスです。ゴーレムはまあまあまあなくてもいけるとは思います。うん。で、サイスに、エーリとガードストライクがいい。うん。耐久力があんまりないんで、ガードストライクを入れてると、だいぶ違う。うん。ほら、結構、セーフでしょ。50% ダメージ軽減してくれるんで。ここは、まあ、弓でしながら打っていけば問題なくいけると思います。はい、あー逃げやがった、あいつ。ということでこれでおしまいですね。で、矢が124、あお、これはちょっと少なめだな。今回取っていきまーす。177、まあまあ大丈夫でしょう。これでいきますね。で、ここでハープーンですね、変えていきまーす。で、エンチャントは火属性とボーナスショット、とりあえずこれで OK です。いきますね。
その愛のメダルをうまく使っていっちゃってください。 OK。 やっぱ愛のメダルはね本当にね役に立つ。よし、よっしゃ、ナイス、いい場所、いい感じ。12回終了です。でここもうドラしかないです。もうドラ間違いない。あっ、あぶねえ、あぶねえ。 OK。 でハープンがねいい感じに追尾するしノックバックするんですよ。なんですごくねこのクリーパーとの相性がいい。ここにいるからね、これ忘れがちなんだよね、ここの敵。お、いいんじゃないですか。いけ。倒しきったか、上。あ、そこが。お、いけた。いけた。え、でも、ああ、まだいたのかい。あいつ。はい、13回終了。次です。ここは何もいりません。そのまんま行ってください。でここもねクリーパー多いんですよ。なのでまあまあ愛のメダルをうまく使えれば大丈夫だと思います。 OK。 ああちょっと良くなかった。うん、愛のメダルをねちょっとうまく使えればよかったんだけど、今クリーパーに当たっちゃったね。 OK。 よし、で基本弓がね役に立ちます。この火属性のねじわじわダメージで全然倒せるんで OK。 お、結構矢出るね。終わりか。はいはい、14回終了。でここソーブレード欲しいよ、欲しいんだけども、うーん、サイスの方がまだ使いやすいかなっていうことで取っていきません。何もいらないです。うん、強いんだけどね、ちょっといりません。はい、次で防具がねもう弱いのよ、防具が弱い。なので、まあ、ここはそんな注意することないですけども。OK、OK。ちょっと違うところをね、注意していかないといけません。はい、いけ。OK。まあ、サイスが使いやすいんで、うん、全然大丈夫とは思うんですけど。しゃ。逃げんな。あとこっちに終わりだね。はい、まあ乱戦になった時もガードストライクをうまく発動できればまあ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 大丈夫かなと思います。はい、ここは何もいりません。そのまんま行ってください。で16回だね。もう結構痛いんで注意してください。ああ、思いっきり出ちゃった、危ねえ。うん、ここね痛いんでね、ですぐにね中に入らない方がいいです。ある程度周りを片付けてから行ってください。いきなり行くと結構ねボコられて攻撃が痛いのよ。うん、なのでオッケーオッケー、ある程度様子を見ながら中に入り込んでください。でトムは基本的に避けるように、うん、痛いんで。オッケー。で愛のメダルもうまいこと使っちゃってください。はい、もう少しだね。オッ
OK、まあ、これ一回突っ込んだりしなければ全然大丈夫だと思います。ポーションバリアもあるしね。 OK、 よし。で上にこいつが嫌いなんだ。 OK、 マグマキューブが俺ね嫌いでどうしようもないですよ。はい、んでは17回ですね。あ、違う、ここ16回だ。アップドラフト取ります。アップドラフトとパワーシェイカーチェンジです。パワーシェイカーねちょっともったいない気するんですけどね。でもここはねアップドラフトが役に立ちます。すげえ役に立つ。 OK、 いい感じ。おお、いいね。保険のやつが出てきてくれたな。これはありがたい。あ、でももう使っちゃったミスった、ミスった。そう、ポンポン使わない方がいいです。あっつっ終わりかな。はい、まあちょっと気をつけて17回行ってください。結構 HP がねギリっぽいんで。でここでようやく防具を変えます。スケールメイルですね。このスケールが結構いい感じです。うん、まあいい感じって言ってもこのクールダウンなんですけどね、欲しいのは。 OK、 いきましょう。あ、ガースト、うん、3まで入れていいかな。でここでサイスを上げます。何がついた？毒の雲。ああ、悪くはないか。外れではないね。外れではないです。はい、次。ボスですね。プレス版下からです。こっち側から。で、ちょうど落ちてくるところにいると、敵が下にね、落ちてこれなくなるんで、まあ、こういう戦い方が、まあ、無難かなとは思います。うん。危ない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 。できれば落としたかったけど、まあいいか。で、19回終了ですね。ここ、キノコいいけどね、いりません。はい、どんどんいきますよ。よし、 OK、 でもでここもまあまあ問題はないと思います。うまいこと愛のメダルを使っていけばよし、いい感じになるんで、ね、アップドラフトがやっぱ強いのよ。火力がある。終わった？倒しきった？倒しきったかな？おお、いた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 。多分もう大丈夫だと思います。で上にももう少しいますんで、アイテムガルとかを使って。うん？おお、びっくりした。え、マジで？ああ、よかった。これ打ち漏らしがあったりするとね、下にまた戻らなきゃいけなくなるんで面倒なんですよね。コグです。コグクロスボウを取ってください。テンポセフトと、マルチショットですね。虚無は、いらないです。虚無つけなくていい。あの武器につけるので、とにかくテンポセフトとこれさえあれば大丈夫でしょう。 OK、 危ねえ危ねえ、おーい、危ねえ。上にねエンチャンターがなんかね4、5体いるんですよ。あいつがちょっとね面倒い。はい、いけ、ナイス。
あ、まだいたか。はい、21回終了。ここも何もいりません。よし。で、22回、まあ特に問題はないですね。いい、アップドラフトが強い。でガーディアンがいるんで、まあ早めに落としてあげるとちょっと動きやすくなりますよね。意外と痛いのよね、あいつの攻撃って。よし、終わり。速攻で終わったね。んで、22回報酬、リョバオのいいんだけども取りません、いりません。もう次の武器の方がいいからね。でユニークでスケールメイルをハイランドに変えていきます。やっぱ無難にね、攻撃力アップ、防御力アップがついてるやつって優秀よね。 OK、 いいね。違うんかい。よし、うじゃん、当たらんな。 OK、 こっち OK。よし、なあ、あ、でももう分かった。矢が結構出てくれた、ありがたい。よし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 、いい感じだよ。んで持ってここで終わりだね。24回終了。カトラスです。カトラスを取っていきます。でここに、虚無さんがつけれるからね、これでいいです。であとは衝撃波と旋風を最終的に上げていきます。よいし、いいよ。はいはいはい。2回タワーガードとネクロマンサーが出てきます。まあ全部ここに出るのよ、この辺に。なのでまあ待ち伏せてサクッと倒しちゃえば問題ないですかね。最初と最後に確か出てきた。次で終わり。いや違う、まだ出る。よし、次最後。はいよ、25回終了。んでここ何もいりません。あ、でここが難しいです。ここが難しい。あんまりね、中に入り込まないでください。よし、この辺でぼちぼち戦っていくのがいいです。アップドラフトとか愛のメダルを使いながら、中の方に入っちゃうとどうしてもやられちゃうんですよ。痛くて、敵の攻撃とにかく痛い。いけ、 OK。 まあとにかく前に出すぎないように、そうすれば全然いけると思います。オッケー。もうここがね、多分一番難しい場所だとは思うね、今シーズンの。はい、まあ、出すぎないようにやってみてください。で、アップドラフトを変えていきましょう。はい。で、まあ、27回問題ないですね。あ、まあまあ毒レイスはいるけども、毒のレイスはいるけども、まあまあそんぐらいですね。よし、
え、もうちょい。おお、固まらないで。え、27終了。何もいりません。んで、ボスですけども、カトラスの虚無を最大倍率出して、で、ドラを使ってアップドラフトですね。ワンパンしたことはないんですけども、多分ワンパンできると思うんだよな、最大まで倍率出せば。無理か。うん、どうしても2パンなのよ。ワンパンはさすがにちょっと、欲しいかな、今回のは。はいはい、あんまりね時間をかけずに倒したいところです。 OK、 ではギリギリまで減らしていきます。ギリギリがむずいよね。次か。まあ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 こんなもんよ。ああ、まあ、十分十分。まあ、スーパーで倒せれば、十分でしょ。おい。よいしょ。結構食らったな。はい、まあまあ。確実に右で、止めます。よし。もうあんま減らさんでいいもんね。もうそろそろいいかな。よいしょ。はい、ということで、まあまあ26分ぐらいですかね。急げば25分ぐらいでもいけるかもしれません。うん、よくない。まあこれにするか。いらんけどね。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。